でかいぞ。そっちから行きよう。波で上げる。はい、おはようございます。ボイスソブのマサです。今日はですね、平日長考有志と2人で来てます。でいつもの場所をですね、最近よく来てる。今時刻が5時50分で、あと20分ぐらいで干潮っていう感じで、これからですね、潮変わり後の朝まつめ狙っていきたいと思います。今日はですね、結構無風なんですけど、湿気がめちゃめちゃジメジメしてて、めちゃめちゃ暑い感じますけど、まあ1日やっていく予定なんで楽しんでいきたいと思います。じゃあ行っていきましょう。はい、じゃあやっていきたいと思います。今日タックルいつも通りですね、アキラ 100H のタイプ R ツインパ8000番に P45 巻いてます。リーダー120ポンドですね。で、ルアーなんですけど、タイドプールの、タイプ3ですね。230フィートいきましょう。さあ、一旦1投目いきましょう。はい、有志がヒットしてます。ハガツオっぽいですね。有志はテイラーヒットらしいです。まあ今日はですね、ハガツオがたくさん釣れるだろうというのは分かりきってると思うんで、大きなルアーで大きいサイズを狙っていきたいと思います。と言いつつね、この後どうなるか、ちっちゃいルアー投げてるかもしれないですけど。はい、ダックダイブ F190 いってみましょう。でかいぞ。ああ、かもしれん。結構重たい。いや、ヒラマサやな。ヒラマサ。しかもいいサイズ、ヘルプ。早く早く早く。リーダー引っ張って。あ、いいや。そっちから行きよう。波で上げる。どういうことよ。やりました。マジか。マジよ。なんで？なんで魚さんとしてじゃん。やっちゃった。これがあれよ、信じる、信じる心よ。はい、やりました、ヒラマサです。80ぐらいかな。はい、いいサイズ。失礼します。
はい、朝1本目ハガートじゃなくて平正85センチですね、出ました。タックルはですね、アキラの100駅タイプ R でしたね。ツインパ8000番の P45 リーダー120ポンドですね。ピストルアーが、はい、マリアのダックダイブ F190 のグルメスケール飯カラーですね、好きなカラーです。出ました。余裕のビッグマックよ。8年ものだから。はい、ちょっとですね、潮止まりで反応がなくなってきたんで、ライトのタックルちょっと遊びたいと思います。ソニオの 100M ですね。で、ソラディック SW の 4000HG かな、 P1.55 リーダー40ポンドですね。で、この、ブレードジグ潮止まり中ですから、今潮止まり中ですから、はい、スラックのスラックジグでですね、フォールですぐオニカサゴを釣れました。オフショアだったらな、持って帰ってるサイズですけど、リリースします。なんか出た、あっちなんか出た、オニカサゴ1、オニカサゴ、あまり口を出さなかったけど、準備悪いな、めちゃめちゃ時間かかるやろ、生ソーセージ
はい、お疲れ様でした。今時刻がもうすぐで6時っていう感じですかね。今朝は、5時半ぐらいから実況し始めて約12時間ですね。12時間もここにいましたね。昼飯焼肉食ってとか昼寝してとかで、ね、やってましたが、午前中1本いいヒラマサが出た後はメタルジグでちょろちょろとハガツを釣れて、その後はパタッと、はい、釣れなくなりました。で焼肉後は午後の分は全くダメでしたね。はい、今日佐々木さんあれですかね、釣れなさすぎて拗ねちゃってますので、ちょっとテンション低めですけど、もうすぐ40歳ですから、はい、40歳で拗ねておりますはい、ということで、今日はこれでね、帰りたいと思います。さすがに疲れました。はい、ということで、ボイスオブ各種 SNS やっております。インスタ、X、Facebook、LINE アップ、スレッズ、各種ブログがやってますので登録お願いします。あとチャンネル登録といいねもぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、お疲れ様でした。はい、進めております。では。